場所というイメージで、それぞれのカメラマンが、写真を展示すると、まあ、社会的な問題をテーマにしているということでね、一貫性があるから、あとはタイトルをその居場所みたいな言葉で作れば、障害者の居場所、高齢者の被災者の居場所、レース関連の居場所、ない場所の居場所の居場所、だからじゃあ、まあ、ギャラリーということでじゃあ、ギャラリー、プロジェクトはね、今年はテーマに関してないから、新宿のストリートギャラリーどうぞ、いいじゃないですか、何でもいいよ、タイトルはね、路傍の人。路傍の人。